この時間はゲストの方にお電話でお話を伺います。内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんです。北原さん、こんにちは。桜井と申します。あ、こんにちは。ご無沙汰しております。大変ご無沙汰してます。よろしくお願いします。いい話を教えてください。はい、はい、頑張ります。はい。いろいろ資料を頂戴してますけども、まず冒頭で1月27日の値幅内での推移かっていうふうにございますが、はい、今ちょうど今の株価水準、日経平均株価1月27日のこの高値のところまでだいぶこう近づいてきましたね。はい、はい、で、まあ、今日はそこをこう超えられるかどうかというところを引けにかけて注目したいと思います。はい、でやっぱりまあ、今日1月末ですから、まあ、月末要因によって株価がこう動いているっていう要素もあると思うんですよね。はい、まあ、不動株の見直しとかもありますから、ですからやっぱり本格的にこう底入れしたかどうかを確認するには明日からの動きを見たいと思いますので、それをこう前哨戦となるね、まあ、今日ある程度こう戻って終えるかどうか注目したいと思います。はい、これさっき見せたんですけど、その日経平均これ27日の日って25日移動平均線から 8% ぐらいマイナス回避しましたよね。ああ、そうですよね。はい、強烈だな、久々にそこまで、そう、はい、強烈だなと思って見ておりました。そして需給面では11月以降3地域の投資家ともに売り越し、北米、ヨーロッパ、アジアですね。はい、まあ、12月までのね、これ数値ですけれども、はい、やっぱりその金額が大きいとされるその欧州投資家、やっぱりこの赤の線のところですよね。はい、この外国人の中でもその欧州投資家の売り越しがやっぱり日本株の上値の重さにつながっていると思います。はい、はい、でやっぱりなぜ日本株そんなに外国人にこう売られてしまうのかという、売り越してしまう理由なんですけれども、まあ、いくつかありまして、やっぱり日本株特有、日本東京市場特有のことっていうのがあると思います。はい、例えばその東京市場の特徴って、売買代金のおよそ7割が海外投資家じゃないですか。はいはい、で特に東京市場はその流動性が高いので、この投機的な外国人投資家が買い上がるにしても売り叩くにしても、まあ、仕掛けやすいという特徴があると思うんですよね。はいはい、でなおかつ今のこの足元のこの政権がですね、株式市場に対してなかなかこう前向きなこう姿勢を見せてくれないということで、そうそう、去年の年末の税制の話が出てきたあたりからどうなんだろうなっていう感じですよね。あれからちょっと相場のこう先行きがちょっとこう雲行きが怪しくなってきちゃったと思うんですけど、はい、やっぱりこういう状況を日本が抱えてると、なかなか海外投資家もこう全力で買ってくれる動きっていうのは見出しにくいと思うんですよね。はいはい、まあ、そういったことが、まあ、一つ日本株の割の重さに挙げられると思います。なるほど。あとは東証リート指数、はい、確かに1月下旬下がりましたよね。はい、下がりました。でリート指数は1月21日の安値を今戻り補正にありますよね。はい、はい、でこのアメリカの利上げ観測によって金利先高感からそのリートのこの利回りのこの投資の魅力、これが低下するっていう見方がまあ大勢だと思うんですけど、直近で分配金利回り 3.7 ぐらいですよね、平均で。あ、そうです、 3.7 です、はい、だから株式よりも今のところこう配当というか分配金利回りはいいんですよね。はい、だから決して悪くはないと思うんですよ。はい、でその海外投資家 その売買動向を見ていただきますと、はい、リートの売買動向、はい、はい、買い越しではあるんですよね。これも12月までです。はい、ただやっぱりその買い越し額12月74億円と、なかなかこう増えていっていないんですよね。はい、でこれの理由っていうのは、その都内のオフィスビル空室率がなかなかこう縮小していかない、はい、まあ、空室率横ばいです。でこのコロナの影響が長期化しているので、このオフィスの賃貸市場、これがやっぱり今後解約がさらにこう増えていくんじゃないかという、見方不安というのもあると思うんですよね。はいはい、ただ今桜井さんがおっしゃったように、その分配金利回りが 3.7 ですから、その利回りの魅力っていうのは決して劣ったわけではないので、はい、やっぱりこのままこの年度末にかけてのその自立反発っていうのは、まあ、期待してもいいのかなというふうに思います。そうですね。あとはその、はい、企業間取引の物価上昇のご指摘もありますが、落ち着くんですかこれ。これ、まあ、12月は11月よりも若干こう頭を下に下げました。はい、でその理由がこの、まあ、原油価格も一時期こう12月下がった場面がありましたんで、
まあ、そういった要因があると思います、はい、その数値をマイナス数値のマイナス企業はやっぱりこうガソリン価格が一番大きかったですから、やっぱりそこがこう落ち着きが今後も見られるかというところだと思うんですよね、はいはい、ただまあ素材の上昇ってやっぱり結構肌身に染みて感じ始めましたよね。はい、やっぱり企業もこう利上げ価格転ごめんなさい価格転嫁の姿勢をだんだんこう示してきましたから、はい、まあ、そこができる企業は物価上昇の中でも比較的利益は出しやすい状況は続いていると思います、はい、そして消費者物価のところですね。はい、で一方この消費者物価は横ばいなんですよ、はい、ただ食料とかそのエネルギーを除くと逆に物価は低下基調なんですよね、はい、だからいかにそのエネルギーの上昇が、まあ、世の中のこの物価の上昇にこう影響しているかということがあの分かりいただけるかなというふうに思うんですよ、はい、でまあ、あのその一方で消費者がこう消費を抑制するような足元、ええ、その物価の上昇にはこのデータを見るとつながってはいないので、はいはい、まあ、この身近なもの身の回り品ですね、そういったところのこの値上げの状況というのはね、このお財布の紐に関係してきますから、はい、この動きは、ね、引き続き見ていきたいと思います、はい、そしてデータとしてはスーパーマーケット売上高、はい、このスーパーマーケット売上高、この食品スーパーの売上高、これ右肩上がりなんですよね、はい、過去5年間 で、ええ、でここ見ていただきたいのは20年を境にやっぱりこう月平均の売上高がこう大きく伸びていることです、ええええ、はい、でやっぱりコロナの長期化で家でご飯食べる需要が拡大しているということが、まあ、これを見ても、ね、お分かりいただけるかと思います。そういうことですね、はい、で今朝、はい、商業動態統計が発表されましたよね、でこの飲料とか食料品の売上高は、まあ、前年同月比で 0.7% 増ということで、はい、伸び率は小さくても堅調にこう動いているので、はい、やっぱりこの先もこのコロナの感染拡大今長期化していますから、はい、まあ、1月もね食品スーパーの売上高というのは堅調に推移していくんじゃないかなというふうに考えてます。これどうなんでしょうか。次の資料で時価総額1000億円以上の食品スーパーの既存店売上高の伸び率というデータを作りいただいてますが、はい、まあ、概ねこの20年実績並みには推移しています。もともと12月っていうのは年末年始需要があって、この売上高というのは伸びやすい状況です、はい、でそういった中でその20年12月のその実績を実績水準ということは、まあ、底堅く推移しているということが、まあ、見て取れると思うんですよ。なるほど。これ時価総額1000億円以上ということでいくと、まあ、神戸物産、 USMH、 ヤオコー、ベルク、イトーヨーカドー、イオンリテールとありますけども、イトーヨーカドーって結構ブレてんですね、はい、そうなんです。イトーヨーカドーとイオンリテール21年3月4月のところ、はい、ちょっとこう他のところとは動きがこう異なっているじゃないですか、はい、でやっぱり売り場面積が大きい分、食料品以外の住居周りのものなんかも売ってますから、医療とか、なるほど、そういったところのこうマイナスとなった20年のこの反動増が去年は現れたということですね、はい、なるほど。で足元はもう前年並みということで落ち着いてます、はい、あとはまあ食品ということでいくと、まあ、ヤオコーなんかこう非常にイメージ残りますけども、はい、というイメージですね。で食品見ていく上でちょっと興味深いことはですね、はい、各企業によってこの値上げをこうやっていく企業と、値上げをしませんって言ってる企業と二極化してきたんですよ、はいはい、で特にこの神戸物産は値上げの方向でおります、はい、でまあ、今足元値上げは一段落しました。ただ原材料高とかこの輸送コストが上昇してるから値上げスタンスは継続するということを会社は示しています、はい、でじゃあ、需要はどうかというと、いや工場はフル稼働が続いているということで、足元事業環境は良好のようです。でその一方でイオンリテールなんですけれども、はいはい、ま、12月は前年同月比 99% ということで、ま、前年並みということで底堅いです、はい、ただこのイオンは値上げはしないということで、消費者応援という姿勢を崩しておりません。なるほど。はい、ですから1月以降ですね、こういった方針の違う企業の月次の動向に変化が出てくるのかどうか、このあたりをね注目していきたいなというふうに思いますけれども、ね、これ市場の方から見ると、はい、神戸物産的に
値上げする方向だよっていう方が、つまり価格転嫁ができるのねっていうふうにポジに見ちゃうんですよね。あ、そうもあると思いますね。一方その消費者的立場からいくと、はい、イオンリテールさんのようにいや値上げしないよっていうのはとってもありがたいんですけども、はい、株式市場関係者的に見るといや値上げ転嫁できないんだちょっときついよねって見ちゃうんです。このあたりの視点の違いってのはどうですか。あ、はい、神戸物産につきましては、はい、そのプライベートブランド商品に非常にこう自信を持っておりまして、その EC 販売もまだ導入していないということで同業他社からそういった販売のチャンネルの面では遅れているんですね、はい、ですけれどもそういったこう強みを持っているということで、まあ、自信を持って価格転嫁できる分はできているということで、はい、まあ、そういったところは今後株式市場ではこう評価されやすいんじゃないかなというふうに思いますね。そうですよね。あとはこのどっちかっていうと、はい、割とその全国的なスーパーとあの地域独立型のスーパーといろいろあると思いますが、はい、どっちのが強いんですかね。ですね、まあ大きいそのヨーカドーとかイオンリテールはネットスーパーをこう大々的にやってますし、はい、そのいろんな専門店を持ってますから一つのこの販売の口でいろんな商品を販売できるという強みがあります、はいはい、ただ一方でその昨年の3月7月に見られたようなこのマイナス商品が出るとこう一気に数値に現れちゃうというようなこの反動増反動減というのが出ますから、この食品というだけで見たところではやっぱり食品専門店のこの各企業の強みというのは生かされやすいんじゃないかなというふうに思いますね。あと首都圏だけで見てるとちょっと見間違えることがあるんですけども、例えば地方に行くとイオンリテールにもう休日は行くっていうような人たち結構多いんですよね。あ、それはその専門店のあそこに行きたいっていうところのニーズってこれ首都圏のまま感じないですよね。そうですね、その辺はやっぱり地域格差っていうのもあると思います。はい、だそので地域だ、はい、はい、どうぞ。あ、失礼しました。で地方に行くとそのネットスーパーでも店舗でもないトラックでこう、ね、商品を販売してくれるような、はい、あの販売するところもありますから、そういったところの動きも、ね、合わせて見ておいた方がよろしいかなというふうに思います。あのあれでしょう、小型のトラックに商品を積んで音楽鳴らして売りに来てくれるんですよね。あ、そうですそうです。意外と、ね、それって、ね、ありがたがられてるようですよ。これ地方だけじゃなくてそのうちあの都内だって高齢化進んできたらあれどんどんやっていかないといけないよねみたいな時代が来るんでしょうね。そうですね、はい、いろいろ要望も聞いてくれそうですし ね、 今度あれ持ってきてよこれ持ってきてよって。そうですよね、はい、だからあのウェブの対局みたいな感じ。あ、そうかもしれません。なるほど。逆にその実店舗 の、 このウェブ版に似たような新しいサービスの、ね、ね、展開かもしれませんね。わかりました。北原さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時間のお話は内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんでした。